でもこのお父ちゃんとかさ、はい、お前っていう関係はやっぱシャーマンキングから来てるんだよね、はい、そうですね、うん、そうね、はい、この時になぜ父になったかもう私があんまりにも不出来だったからでございます。あれでもデビューからそんな経ってなかったってこと？そこまで経ってないんですよ、うん、あのだいたい3年ちょっと4年3年ぐらいの間です。5年は経ってなくて、で全然うちなんて言うんだろう、舞台系の事務所だから、うん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 、だからの声の仕事っていうの、うんうん、ほぼほぼ皆さんやってなくって、うんうんうん、でしかもアニメをやってる人がほぼほぼいなくって、その事務所で、で私は一人でやってたので、うん、でなんか誰も何もちょっと教えてもらえないところから、うん、バッといきなりマイクの使い方すらも教えてもらえないところから、うんうん、あの現場に放り込まれた感じだったんで、でそのままなんか来ちゃってたところに、うん、お父ちゃんとお母ちゃんに、うん、こらっつって首根っこ捕まえられて、締められてたよね。締めてましたね。締めてはね。いや締められてます。すごいやっぱ覚えてる。アフレコは、まあ、昼間の番組だったよね、うん。アフレコが終わって、うん、お昼ご飯っていう感じで、うん、スタジオの ロビーというか喫茶があって、そこでお説教くらせたよね。はい、お説教って。で、毎週アドバイス、アドバイス。いやいや、まあそうですね。でも本当にありがたい。私の中ではでもすっごいありがたいお説教だったから、うん、なんていうの、毎週泣いてた記憶があります。ちなみに、お母さんは、林原めぐみちゃんだったんです、はい。ありがとうございます。そうですね。